ウニの貝焼きウニの貝焼きは、ウニの実をホッキ貝の殻に盛り付け、蒸し焼きにした福島県いわき市の郷土料理である。新鮮な紫ウニを刃物で2分し、生殖草を取り出し洗浄。水切りをホッキ貝の殻に4から5個丹念に盛り上げ、石を敷いた鍋で焦げないように蒸し焼きにする。味は、生ウニとは、全く異なった食感で、磯の香りを含みしっかりとした甘みがあり酒の、 魚としても相性が良い。好みによって醤油やわさび醤油をつけて食べると、より一層美味しく食べることができる。岩木市の角、浜では角長を5センチメートルに統一し、ウニの生殖層を60から70グラム、程度盛り付け製品化しており、例年5月上旬のウニ量解禁に合わせ同月、中旬から流通し始めるが、浜の職人が一つ一つ丹念に作り上げるため、 地元産の生産量は少なくほとんど市外に流通せず高価で貴重なものとなっている。岩き市のウニの貝焼きは、江戸時代の末期頃日持ちしないウニを保存するために作られたのが始まりとされる、類似する郷土料理として、岩手県にはアワビの殻にウニを入れて焼く焼き風が、茨城県北茨城市にはハマグリの貝角にウニを持って炭火で焼いた焼き風などがある。 ありがとうございます。